アナベアトリス・アナビア、ベアトリス・カセラーとゴメス・デ・フィゲレードは、ブラジルの女性レーシングドライバー。現在は、アイゾット・インディカーシリーズに参戦している。レース参戦時には、アナベアトリス、またはビア・フィゲレードの名で参戦している。彼女は2008年7月12日に、ナッシュビル・スーパースピードウェイにおけるレースで優勝し、インディライツにおいて優勝した初の女性ドライバーとなった。 2009年6月20日、アイオワスピードウェイで2勝目を挙げ、同地で優勝した初の女性ドライバーとなった。アナはサンパウロに生まれる。8歳でカートレースを始め、ビアーニャ・ビアニー・ウンハの愛称で呼ばれていた。2000年にプライス・レーシング・オブ・0センカートのサンパウロチャンピオンシップでデビューする。彼女が12歳の時にナイラー・カンポスがコーチ及びチーフメカニックとなる。 カンポスは、トニーカ・カナーン、ルーベンス・バリチェロ、エンリケ・ベルノルディ、アンドレ・リベイロらに指導してきた。15歳になると家族は、金銭的支援が難しくなり、カンポスは、アレクサンドレ・サルネス・ネグラオの父親で、元レーサーのサンディ・ネグラオが所有する、製薬会社がスポンサーとなることを助けた。アナはスポンサーに対して誠実に振る舞い、様々なカート選手権で準優勝し、 2003年には、ソリソペトルブラスカートカップチャンピオンシップで優勝した。2003年から2005年まで、フォーミュラルノーブラジルに出場し、2006年には、セサリオフォーミュラチームからフォーミュラサンスダメリカーナに出場した。また同年、ペドロディニスがオーナーの PPD スポーツから、レッドブルフォルクスワーゲントアレグをドライブした。ファイアストンフリーダム100でのベアトリス、2008年。 インディライツインディカインディ500、ありがとうございます。